制作でお送りしています、アッコのいい加減に旋回。今週は祝和田アキ子デビュー55周年スペシャルのパート2と題してお送りしておりますが、やっぱりこう振り返っていくと本がベストセラーになったとか、うん、改めてこう曲はねラジオなので書けたりするんですけど、はいはい、本の紹介とかなかなかできないんで、はい、面白いなと思うんですけど。本の紹介って何ですか？いや文句悪化ですよ和田アキ子文句悪化、和田アキ子だ。やっぱりベストセラー2位ですよ。だっていやだからありがとうございます。ありがとうございます。アッコさんの家にはちなみに和田アキ子の文句悪化あるかな、あるんですか？5年目のハイヒールはあるんですよ。はい、あれはまたね文句悪化はないと思いますね。一回あのいろんなの整理して、今考えればこれもちょっと話それますけど、例えばですよ、森重久弥さんからいただいた手紙とか、はい、山岡久乃さんからいただいた手紙、美空ひばりさんから、そういうの全部見つかっちゃいけないと思って、ほんで、あ、個人情報だから。でもしょうがないと思ってシュレッダーにかけたんですよ。で、後でマネージャーに聞いたら、スマホで撮っとけばっていうね。残せばよかったのにとかね。あ、三子さんの手紙とか。なるほど。そういうバカなこともいっぱいしてんですよ。まあでも確かに今本当にこれからまだ残ってるものはもうそうやって、ね、保存した方がいいと思いますよ。うん、でそのまあその本もそうなんですが、うん、ドラマにももう今日はスポット当ててまして、はいはい、いろんなジャンルのドラマに出てるアッコさんですが、はい、異色という言ってもいいと思うんですけど、はいはいはい、1984年に4週連続で放送されたスペシャルドラマの輝きたいのという、あ、やりましたね。これ山田太一さん、そうですよね。当時山田太一さんっていうともう当たらないドラマはないっていうぐらいの名キャラとか、はいはい、ちょっとまた山田太一さんのドラマの中で異色で、女子プロレスに興味があるんだけどというふうに、はい、まあ旧知のプロデューサーに持ちかけたところから実現した女子プロの世界を舞台にした少女たちの青春ドラマ、でこのドラマに登場する新人レスラー役はオーディションによって選ばれた方なんですが、はい、うん、その中の一人が今井美樹さんという。そうなんですよ。これが女優デビュー作。私ねオーディションの時に山田太一さんとかと一緒に並んで、スワラブンタさんとアホなこと言うたんですよね、今井美樹ちゃんに。あのガリガリって言葉言って大丈夫？あ、もちろん、まあいいんじゃないですか。ちょっと確認。もうそれぐらいガリガリだったから、あなたはプロレスラーの役って分かってるんですかとか言っちゃって、オーディションでね、困ってたね。いやまあでもしょうがないですよね、オーディションですから。質問して答える様子も見るのがオーディションですからね。それがやっぱりね女優のデビュー作だったらしいの。すごいな。後にねだからもう今井美樹さんといえば女優としても、歌手としても活躍されるわけだから。そうなんですよ。それで私はね元ヘビー級チャンピオンで、なんかコーチとレフリーを兼ねてて、はい、で主任コーチを菅原文太さんがっていうことですよね。やってらして、だからよく目黒の女子プロの寮とかよく行きましたよ。そうなんですか。はい、で女子プロの方にもよく出ていただきましたね、はい、私プロレスのこと何にも分かんないんだけど。これだからあの今井美樹さんにとっても転機なんですけど、はい、これを16歳の時に北斗晶さんがご覧になってプロレスラー目指したんですって。本当ですか。はい、北斗晶さんにとっての転機でもあるんですこれ。すごい。後に北斗さんね、もうこうやってプロレスラーを経て、うん、もう今やもうタレントとしても大活躍されてるんで。いい人だもんね。はい、そうなんだ。北斗さんはこのドラマの主題歌の遠藤京子さんの輝きたいのを聞いて以来、うん、もう当時毎日聞いていたという。ファンレターも書いたそうです。そういういろんな人の転機になったドラマですね。そんないいとこあったんだ。いや、そうですそうです。それではその遠藤京子さんの曲をお届けします、はい、輝きたいの。